はい、どうもリゾーです、タブ解説やっていきます、あの夏へですね。で、まあ、いつも通り、レギュラーチューニングです。カッパなしで原曲キーだと思っています。まあ、早速見ていくと、最初はもう問題なくてこういう和音で、その次なんですけど、2個目の指使いなんですけどね、僕は、まず左手が人足指人足指で中指でいきます。で、薬指小指で、僕は押さえてますね。ただ、何でも抑えれればいいと思います。右手に関してはここ5本あるんで、ストロークでもいいですね。ストロークでもいいんですけど、僕は、親指で下3本、人足指中指薬指と、で僕は弾いてます。これはもうお好みでやってみてください。で、次も一緒ですね。で、A に入って F メジャー7、シャープ11ですね。こいつを一発入れるんですけど、あとですね、この曲は全体的にリズムが一定じゃなく弾いてるんですよね。一定な感じのとこもあるんですけど、基本的にはなんか自分の好きなリズムというか、その世界観に浸って弾くっていう感じですね。これは久石譲さんが実際ピアノ一本で弾いてる時にそうやって弾いてたんで、僕もそれ真似したんですけど、なので A セクションに入ったこの F メジャー7、譜面通り行くとみたいな感じで、こう一定のテンポで行くんじゃなくて、僕はですよ、これこの好みなんで、僕は F メジャー7弾いてしばらく間開けます。開けてからみたいな感じで、こうテンポが揺らいでるというか、あんまりインテンポ、一定のテンポで弾いてないんで、そこら辺はお好みでやってみてください。で、 A から行くとしばらく伸ばして、みたいな感じですね。そしてという風になっていきます。あと、その生徒さんでこの間聞かれたのが、そのメロディーの消音、メロディーの音を、そのなんていうんですかね、一個一個止めた方がいいのかみたいな感じで聞かれたんですけど、これはその南沢さんがよく消音、その音を消すっていうか、その、まあ、ミュートですよね。まあ、例えば出だしのとこでいくと、多分こういうことだと思うんですけど、そのメロディーを際立たせるためにこう一個一個消音するのはすごく大事なテクニックだと思うんですけど、こういう時にやっちゃうとすごい寂しくなっちゃいますよね。僕だったらこれいろんな和音が鳴ってる状態なんですよね、複数鳴ってましたよね。消音しないとこんな感じなんですけど、僕は割とこういうのが好きで、消音、そのメロディの部分一個一個際立たせるために音を消すと、ちょっとなんか寂しくなっちゃうんで、僕はわざと残してますね。ただ、まあ、これもソロギターの難しいところですね。もう好みの世界なんで、大体消音したい人はしたっても大丈夫だと思います。僕はわざと残してますね。その次の Am11th のとこも同じです。今これ音が残ってる状態ですね。そう、この和音が残ってる状態で やってますんで、まあ、なので僕はあんまり消音意識してないです。それを前提でまた進めていきますね。その次が、ここは F メジャー7、親指左手ですね、親指ベースでいくんですけど、ここ別に何でもいいです。これでもいけますね、こういうとことかはもうインテンポに見せかけてインテンポじゃないんですよね。みたいな感じで、まあちょっと揺らぎながらなんで逆に楽だと思います。テンポきっちりいかなくていいんで、自分が弾きやすいようにやってみてください。で、2回目の A セクション、あんま変わんないですね。でこの C の69のところはこういう押さえ方から、ここに小指が余ってるんで、小指でスライドしてこっちに持っていきます。で、そのまま次のコードに行きやすいですね。そしたらね、
F-6 こうちょっときついですよね。僕は親指で言ってるんですけど、その他の指でもいけなくないですけど、ちょっときついですよね。できつい人はこの3フレット入った時にベース離しちゃってもいいですよ。離してもね、他の和音が残ってくれてるんで、そんなに寂しくならないんで、こういう感じ、で B セクションに入る手前のこのコード、押さえ方こんな感じですね。これちょっと慣れないと難しいかもしれないです。でこの B セクションぐらいからだんだん僕はですけどインテンポになるようにしてますね。これそんなに問題ないですよね。で次 C セクションに入っていくんですけど、 C セクションの手前の G7 でここでちょっとインテンポを崩しますね。あで言ってるのは全部僕のスタイルなんで、もう好みでやってもらっていいと思うんですけど、もし分かんない人は参考にしてみてください。 G7 ちょっとこう伸ばしてで C セクションに入っていきます。で C セクション2周するんですけど、最初の1周目はちょっと静かにするんですよね。だから音数もね少なめにしてます。あで次なんですけど、ちょっと静かにして、この3フレット僕は小指でいってます。小指でいってちょっとスライドっぽく次の F メジャー7にこう入っていきます。慣れないと難しいかもしれないですね。 E フラットなんだけど、まあ、D シャープって書いてますけど D シャープ6、僕はこうやってちょっと頑張っていってますね。小指で、この C シャープ7のシャープ11ですね。ちょっとややこしいコードですよね。これもね、なかなか慣れないと難しいですけど、僕の指使いはこんな感じですね。でこれが2周目2回し目なんですけど、ここから盛り上げていきますんで、音数も自然と増えてます。結構強めに弾いてあって大丈夫ですね。指使いはさっきと一緒ですね。ここら辺からが難しくなりますね。 Dm7 でこう小指で動かしたら、C シャープ7のところは制覇なんですけど、僕はもうこの時に6弦まで全部制覇してですね。で次8から9にスライド入るんですけど、この時はねもうこれ外しちゃって大丈夫です。この制覇をこのスライドで盛り上げてくれてるんで、離しちゃってもあんま寂しくないですね。でこのコードに入っていきます。 C7 のフラット13スですね。ちょっと今回ねコードネームややこしいですけど頑張ってください、ですね。ここは大丈夫かな。これ大丈夫ですね、この Dm7 フラット5ですね。ここは小節で言うと36小節目のとこですね。ここはこう一足をこうずらす感じでいきます。そしたら次のコードも行きやすいですね、で F メジャー7シャープ11スに入っていくんですけど、ここが僕は小指でこう動いてます。全部小指で動いてて、そしたらこっちのコードに入りやすいんで、でここの5本のとこもストロークでもいいですし、最初と一緒ですね。僕は親指で5本弾いてますね、でこう小指でいくから押さえ方は自然とこういう感じになってて、人差し指が余るんですよね。で余らしといて、この和音が鳴ってる状態でなるべく音止めないように次のこの音を入れると、この時は動きますけどね、
この移動する時まではなるべくこの和音残してた方が綺麗です。その次また A セクションにそのまま進んでまた A セクションなんですけど、ここはさっきと一緒なんで、でリピートして C セクションに戻って2回目なんで2カッコに飛ぶんですね。で2カッコはもうアウトロです。もう問題ないですね。7のシャープ11、まあ、ここも僕は親指で言ってますけど別に何の指でもいいですね、そしたら、ライトハンドって書いてるって言ってそのハーモニクスマーク書いてるんで右手でハーモニクスしてあげます。12フレット上押さえてるところの12フレット上をハーモニクスで出していくと、ごめんなさい、まあ、僕これ苦手なんですけど、僕のやり方は人差し指で軽く触れといてこっちの親指でこう、ごめんなさい、弾きますね。ただこれやり方がね人それぞれいろいろあって、これは僕のやり方ですね。人足指で触っといてこう親指でハーモニクスを出すと。で僕はですね安定させるためにこのギターのボディに小指を置いたままやってます。置いたままですね。でこれカッタウェイの人はこれできないんで、まあつけなくても大丈夫ですね。で次が19に行って最後24って書いてるんですけど、まあ24フレットなんですけど多分ほとんどのアコギ24フレットとかないんで数えます。ここがね20なんで、まあ24大体この辺かなぐらいのとこですね。でね結構ねずれると音出ないんで、ここら辺かなと自分で出る場所を覚えてください。でこの音はちなみに1弦の5フレット、これの普通のハーモニクスと一緒の音なんで同じ音が出るところを探して覚えると、ん？違った、そう、場所をしっかり覚えてもらいますね。これで終わりです。このライトハンドハーモニクスかな、やり方わかんないけど多分ライトハンドハーモニクスとかでググるとやり方出てくると思うんでちょっと調べてみてください。いろんな方法ありますんで、はい、この曲は以上なんですけど、まあサビが地味にこのね複雑なコード出てくるんでちょっと抑えにくいです。僕も抑えにくいです。まあインテンポじゃないんでそこがすごいねやりやすいんで、難しいコードはわざとこう溜める感じでゆっくりにしてあげたりすると弾きやすいですね。ということでやってみてください。どうもリゾーでした。